病気にかかった恐竜がいるならさっさと治療するべきだ。さもないと次に治療が必要になるのはあんただよ。プップ、タスクを追加中。この調子でいけば何だってできるね。フード店をご利用。いや、アイザックだよ。調子はどう？クールな計画があるから知らせておくよ。ぜひ君に参加してほしい。はい。
電力はパークの運営にとって無視できないものだ。電気の力がなければパークには力がなくなる。Thank you.
もし興味があればあなたに見せたいものがあるんだけど。
肉食恐竜ですか。なるほど。今度はケラトサウルスですね。特徴的なトゲが背中に沿って並んでいる。頭にはナイフのような角。一人でいる時には絶対に遭遇したくない相手ですね。いや、誰かと一緒でもごめんです。私たちと同じように恐竜たちもそれぞれ違う食生活を送っています。正しいタイプのフィーダーを囲いに入れましょう。実は私も肉が大好きなんですよ。
質も大切ってこと、あなたは分かってるようね。恐竜評価をちゃんと上げたわね。よくやったわ。この恐竜、エドモントサウルスはもともとカナダの発掘現場で発見された。カナダに行ったことがあるならどこで見つかったか分かるはずだ。 T-Rex の好物だったらしいぞ。人にとってうまいかは知らん。ゲストは恐竜に近づいてあわよくばコミュニケーションを取りたいとすら思っている。ですがまあ無理ですから、見えやすくとも安全ガラスの反対側からゲストが楽しめるような施設を建設するといいでしょう。これよこれ、これが必要だったの。契約を完了してくれてありがとう。誰が何と言おうとも、私たちの成否は科学にかかってる。成功とも失敗とも言えるケースは確かにあるわ。でもイスラ・マタンセロス島であなたは私たちとあなた自身の有能さを知らしめた。この働きは報われるべきよ。
最適な観測ギャラリーを新築いたしました。
コンコン、どちら様ですか？新契約です。あ、オチはありませんよ。お待ちくださいました。